こんにちは、ゲットアートの土屋です。横浜市旭区の屋根の吹き替え現場が終わりましたのでチェックに来ました。今から現場を移していきますのでご覧ください。ちょっと今日風が強すぎて上の方で撮影ができなかったんで、ちょっと一段降りてます。今回は屋根だけの工事になっております。外壁だったり付帯部の工事は手をつけております。アスファルトシングルの屋根、結構最近だと縦売りなんかでよく見られるんですけど、表面がちょっとボロボロ落ちるんですよね。これ砂粒がで、こんな感じで問いに溜まっちゃうんですけど、多めに砂粒吹きつけてあるみたいなんで、必要ない部分が1年ぐらいかけて取れていくというのも特徴ですね。なのでベランダとかそういうところにバサーってこう風が強い日の次の日とか見ると結構落ちてるんで、びっくりしちゃう方も多くいらっしゃるみたいなんですけど、まあ、そこら辺もご契約前にご説明して、そういうことがありますよっていうのを伝えするようにしております。取れてしまって大丈夫な層というのが、取り切っても全く問題ないというアスファルトシングル屋根材でございます。はい、以上で屋根工事のご紹介となりました。弊社では屋根以外も外壁塗装をやったり、まあ、窓に交換とか水回りの工事も担当させていただいておりますので、小さいことでもですね、